い、皆さん拍手でお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまずお姉さんのお名前をお伺いしてもよろしいですか。千夏さん、今日千夏さんが頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。さあ、じゃあ千夏さん早速準備します。まず左手まっすぐ伸ばして、はい、そうですね、グー握ります。はい、 OK です。そしたらこれから千夏さんのところに肉食の鷹が飛んできて、腕に止まって鋭い爪がぐっさり刺さります。はい、大丈夫ですか。大丈夫じゃないですか。はい、冗談です。ちゃんとね、千夏さんの分もこの牛の皮でできた丈夫なグラブ用意してます。これを左手の奥まではめます。はい、時々指奥まで入れちゃってください。はい、バッチリです。じゃあグラブ1回500円です。後ででいいですよ。はい、そしたらこの後準備していくんですが、向こうにいる鷹なんですが、こちらですね、今オレンジ色の服のお姉さんに止まってます。これから来る鳥が鷹の仲間でハリスホークという種類、お名前つばさちゃんと言います。でつばさちゃんこの後こっちにやってくるんですが、私がせーのって言ったらこんな感じで、つばさーん、もうドラマチックに呼んでほしいんです。いいですか。はい、お願いしますよ。はい、じゃあ早速最後の準備進めていきますね。千夏さんは皆さんに背中を向けて、顔だけ千夏さんの方を見ていてください。で、この後千夏さんこちら来るんですが、いろいろ皆様にお願いございます。今千夏さんと千夏ちゃんの間にいらっしゃるお客様、千夏ちゃんこっちに来やすいようにその場でかがんでいただくか、横に避けていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。かがむの難しい方は横に避けていただいても大丈夫です。ありがとうございます。はい、じゃあ千夏さん腕をこの高さで左手グーに握っておいてください。あ、そうです、バッチリです。じゃあ翼ちゃんとドラマチックに呼んでくださいね。はい、それでは準備が整ってまいりました。それでは翼ちゃんの方向いて、それでは千夏さんの翼キャッチです。まいりますよ、せーの、翼。さあ翼ちゃんこっち来てくれるでしょうか。おー、ちょっと今日風強めで流されてますね。すみません、すごいところ。あー、ちょっと私が見えなくなってます。すみません、ちゃん、どこ行っちゃったかな。そうですね、ちょっと風が強かったのでそれに流されちゃいましたね。はい、今ちょっと見えてないんですが、お姉さんが今お迎えに行ってくれますのでちょっと待っててください。はい、実は翼ちゃん私たちから見えてないんですが、墓の仲間はとても目がいい。あ、翼ちゃん、あ、見えましたね。今屋根の上に止まっています。さあ、無事に戻ってきてくれるしか、で一回倒していただいても大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、今私たちから見ると結構ちっちゃく見えるんですが、鷹の仲間は実はとても目がいいことで知られています。どれくらいいいかというと、300メートル下にいる地面のネズミが見つけられるほどと言われています。はい、300メートル分かりやすく例えると東京タワーですね。あちらの鳥、東京タワーのてっぺんから地面にいるネズミを見つけられるほどなので、今は結構遠くにいたと思うんですが、千夏ちゃんからはバッチリこっちが見えてるんですね。はい、さあ、じゃあちょっと移動しましょうか、こっちに。はい、じゃあ千夏ちゃん準備できたということで、ありがとうございます。先にかがんでいただいている方ありがとうございます。では、はい、チャレンジ参りましょう。いきますよ、せーの、つばさちゃん、こっち来るかな。もう一回いきましょうか。つばさーん、こっちだよ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 。ちょっとより風が強くなっちゃいましたね。ちょっと弱ってから強くなっちゃいましたね。難しいかな。さあ、つばさちゃん戻
落ち着いてください。ちょっとお願いします。お仕事してください。そうですね、基本的には大丈夫です。さあ、つなかちゃん無事戻ってきてくれるでしょうか。まさちゃん、つなかちゃん戻ってきてくれないとさっき進めません。はい、じゃあちょっと上に乗せてないのに聞くのもあれなんですが、つなかちゃん、あの見た目で体重どのくらいあると思いますか。適当で大丈夫ですよ。10キロ、姉さん、で大丈夫ですか。そしたら、はい、大変これこんなになっちゃいますよ。はい、実は、ああ見えて1キロないくらいなんです。そうなんです、見た目よりもかなり軽い重さですね。鳥はやっぱり空を飛ばなくてはならないので、見た目以上に軽い体をしているんです。さあ、つなかちゃん戻ってくる気配がありません。あ、皆さんのところ戻ってきてくれました。さあ、つなかちゃん、はい、じゃあせっかくなので腕に乗せるだけ乗せましょう。ちょっと点では来ないんですけど、あ、行けるかな。ちょっと距離を変えていきましょう。この距離で、はい、ではお願いします。3度目の正直です。行きましょう、せーの、翼、翼ちゃん、こっちでーす。翼ちゃん、あ、こっちこっち、こっちじゃん。はい、ということでちょっと残念なんですが、ちょっとキャッチはなしということで、はい、申し訳ございません。はい、ということで何度も何度も読んでいただきありがとうございました。お姉さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、はい、非常に残念な結果になってしまったんですが、はい、翼ちゃんは屋根の上でゆゆとこちらを眺めております。あ、翼ちゃん、お姉さんのところには帰ってください。さあ、ちょっとグラッとしちゃったんですが、ワールドパフォーマンス、なんと次の鳥が最後の鳥となってしまいます。最後なんですが、最後は皆様にかっこいい猛禽類による狩りの姿をご覧いただきたいと思います。あ、翼さん無事にお姉さんの元戻ってくれました。はい、で狩りなんですが、狩りといっても生きたいもの使うことはいたしません。今私が手に持っているこのルアーと呼ばれる獲物に似せて作られた道具です。こちらを逃げる獲物に見立てた疑似ハンティングを披露いたします。それでは狩りに挑戦する鳥をご紹介いたします。皆様、右手側後方をご覧ください。オレンジ色の服を着たスタッフの腕に止まっている一羽の鳥、あちらはニシオオゾスリという鷹の仲間です。お名前エレナと言います。エレナの狩りは一瞬で終わってしまいますので、皆様、エルナからは目を離さずにご覧ください。さあ、それでは準備も整いましたので、早速参りましょう。エルナによる疑似ハンティング、スタートです。さあ、エルナ、こちらにやってきて。お見事、上空でアタック。ハンティング大成功です。エレナが獲物を仕留める際に体のどこを使っていたかはご覧いただけましたでしょうか。足を、そうです、足を使っていました。エレナの両足には鋭く尖った鍵爪が4本ずつ備わっています。また獲物を握る力、握力も40キロあるとされており、そのすごい力で獲物を窒息させてしまうほど強いパワーを持っていると言われています。
い狩の姿を披露してくれました。西大野杉のエリナでした。はい、それではエリナちゃんちょっと控えを戻りますね。でこの後ちょっと翼ちゃんがボロボロだったのでお兄さんに先ほど登場してきたルリコンゴインコスイニーのキャッチ体験を行っていただきたいと思います。はい、リベンジしましょう。はい、はい、ではまたこちらのステージの範囲をお越しください。で次やってくるスイニーはあの翼ちゃんほどね爪がっちりしてないので素手で大丈夫です。はい、でこの後こっちから来るので兄さんこっち来ていただいて、でさっきと受け方は一緒ですね。左手グーに握って、そうですね、背中をあっちのスイニーの方に向いて、でお顔はそうです。でまたさっきの翼ちゃんみたいにスイニーなので、そうです、スイニーって呼んであげてください。さあそれではスイニーキャッチ行きましょう。せーの、スイニーこっちだよ。はい、はい、成功です。はい、じゃあこっち向いて、そしてスキップ握ってあげて、はい、キャッターチャンスです。バンザイ、次にバンザイ、はい、バンザイ決めポーズです。はい、お写真もいっぱいいっぱい撮ってください。はい、バンザイ、写真撮れましたか？大丈夫ですか？はい、じゃあスイニー勝ちに渡ってきてもらいますね。はい、どうもありがとうございました。お姉さんにも